今回はドキドキ人体模型ミニ全5種ラインナップはノーマルバージョン、ゾンビバージョン、サイボーグバージョン、ゴールドバージョン、クリアバージョンの5種類になります。で、戻りました。いつも通りカプセルをトンとして出していきます。で、今回出たのはサイボーグバージョンが出ました。正面、横、後ろ、でまた横。最初に後頭部のダイヤルを下に回して鼻の凹んだところ、こちらに顔の部分の突起部分を 刺していきます。で胸の開閉を一回したらこれで一回。で別の人に代わってもう一回で顔が吹き飛びます。で遊ぶときはダイヤルを回してお顔をつけたらお腹を開きます。これで一回でもう一回開くと飛びます。今回は二回で飛んじゃったんですが飛ぶときはランダムになっています。 で、お顔をつけます。で、こちらシールは自分でつけるようになっています。お腹の部分と腕、あと足、あとは開いた時のお腹の部分、こちらにシールを貼ります。で、後ろを見ると足の部分と手の部分、肉抜き穴ができています。で、こちらできる人はパテで埋めちゃった方がいいかもしれません。ということで今回はドキドキ人体模型ミニをご紹介しました。ドキドキしたい方はお試しください。